はい、どうも皆さん、こんにちは、スムンスケです。信長の野望新世今川氏真編第3話やっていきたいと思います。はい、前回はですね、織田家を滅ぼした後、六角が攻め落としたんかなの長島城をさらに攻め落としましたということで、結構ね、この名古屋の方に攻め入っております。三国同盟は健在でございます。はい、今回の目標はですね、お金を貯めて本拠地を駿府から、とりあえず岡崎かな、岡崎に移したいですね。本当はキオスか稲葉山を落として稲葉山に移したいっていう感じですかね。はい、やっていきたいと思います。ドン。城が攻められておるだと。お、城攻められてる。おかげで打ち払えたぞ。守れ守れ。うん、元服した。めっちゃおじさん顔の15歳。はい、騎乗させる。長島城の城主を誰にしよっかな。誰にしよっかな。本田重次でいいか。ありがたいの。渡辺守綱つけてあげる。つけてあげる。つけてあげるか。弾けない。で、抜けた大官職に誰か入れたいですね。誰にしよっかな。有能どころとりあえず育てた方がいいかな。じゃあ年入れいいかな。恩に知ようぞ。いや、氏真くんの能力値がバフのおかげでだいぶ高いだいぶ強いぞ。吉本公にね、引けを取らないぐらい強くはなってきてますね。さあ、今回お金貯めるのも目標ですけども、斎藤家ともねやり合いたいかなっていう感じですね。武田が斎藤に侵攻してしまう前に取れる城を取っておきたいかな。あ、 A6 の変や。これで将軍がねいなくなってしまいますね。今回新政ではね、実行犯は松永久秀ではないっていうことになってますね。三好三人衆と松永久通がね、実行犯っていう形ですね。うん、返り討ちにしている。血の太刀。各家ね、
これが後の足利義昭ですね。うん、首謀者が松永久秀という噂、そういうことになってるんですね。イベント長いな。足利義昭が表に出てきましたね。ただ行方はくらましてる感じか。細川藤高も。そんなことが京都の方であったとさ、ということでね、こちらはこちらで進めていきましょう。牧場建設、内政をね、もっと進めたい。牧場か、わかりました。まあ、作れるもんは作りますか。承りましたぞ。おっと、荒ぶった。浄化施設、商人町もう一個ぐらい作る。え、金銭収入増やしたい。あ、金山あるやん。これはすぐに開発しないと。あー、ナイス、島左近来た。めちゃくちゃナイス。いいねー。早速島左近に仕事を振ろう。あ、お金がない。ちょっと待ってよ、代官に入れたいな島左近。忠勝足軽大将か。まだ足軽大将ばっかか。仕方ないな。なんせお金がないです。またこれでまた金山開発できひんのじゃん。できねえ。申し上げまする。もう今は武将いらんか。喜ばしいですな。武将の数はね、結構充実してるから、東洋でお金使いすぎるのも厳しいということで、もうちょっと時間置くか。豪雨どこや、食らうか。あ、ちょっと食らってる。やりました。マジか、痛いな。4個か。わかり申した。これはでも防がなしゃない。心得ました。一気が起きたらめんどくさくなるからな。受けたまわりました。さあ労力返ってくる。これこのままでは一騎が起きてしまう。うわ、起きた。もう最悪、早いって。ほんま、素晴らしい。すぐ一騎。ちょっとは我慢を覚えなさいよ。金山作ろう。わかり申した。
うん、開発が進んでいる。やりました。オッケーオッケー。で、東洋が出てるね。考えがあります。あ、お金足りねえ。短期目標、施設、浄化施設。心得ました。これは簡単やな。あ、行けましたね。ナイス。で、代官帰れない。足軽大将、足軽大将、侍大将は誰もいない。いないか、いないか。しゃあない。うん、早く引っ越ししたいな。でも制作なんか必要なのないかな。あ、これ2個目取らな。よかろう。うん、オッケー。ホロシューも取っときたいな。楽一楽座、コニダの2個目も取りたいな。よし、金山が取れました。収入が増えている。こっちの方のね、あ、商人町、商人町増やすっていうのもあり。今回内政ばっかやってんな。うん、ちょっと内政ばっかりになってんね。ちょっと斎藤と喧嘩しますか。金山城、うん、どこが攻めやすいかな。稲葉山は一応2か所から攻め入れる。稲葉山で決戦するか。うん、そうしよう。はい、時は来た。収入がね、なかなか増えないから、もう領地を奪いに行く。それで収入に変える。なんて理にかなったことや。受けたまわりましたぞ。制度改新に、あ、ちょっと待って。制作、味方の受けたまわりました。勲功が増えるやつね。
あー、浄化方針決めてなかった。あとは大丈夫か。大丈夫か。喜ばしいですな。国衆取り込みがありますね。これはやっといた方がいいぞ。新参がござる。武田がやばいな、急がなな。武田が攻めていきそう。浄化施設、あ、これあるやん。これも作らな。鋳造所は作らな。やりきってみせまする。よしよしよし、いい感じ。よし、戦いましょう。兵糧あるもんね。打つべき手は何ぞ。165日、十分やな。行くぞ皆の者。いかがしましょう。かの地を我らが手に。ご命令を下され。進軍じゃ、行くぞ。お指図願えますか。2カ所にとりあえず進軍してみようかな。進軍を始める。お指図を頂戴したく。いざ行く。命を賜りたく。進軍を始めよ。動くべき時は今ぞ。城を奪うぞ。これで敵が集まってくれるかな。ご命令をいただきたく。運を進めよ。行くぞ。いや全然敵集結せえへん。ご命令を下され。どういうこと。かの地を制す。斉藤家戦う気ないんかな。あ、集まってきた集まってきた。オッケーオッケー。城を落とすぞ。これでさすがに稲葉山城の防衛にね、動くんちゃうかな。これ連兵所も作っといて。遂行いたします。ここまでか。ひけい。ようやった。かの地を落とす。うれしゅうござる。
名古屋城からも受刑人を出します。城を奪う。清洲城からもご命令をください。増春院を出します。城を奪ってみせましょう。これで合戦になるかな。合戦やりたいんですけどね。上進いたします。赤松家がお任せください。いい武将取れそうな気がする。城攻めへ参ろうぞ。城攻めですか。心せねば。さあこれで合戦どれぐらいになる。おお、いいやんいいやん。威風が出る。こんだけ余裕のね、戦力差で威風が出んのは、威風小でもありがたいぞ。出陣部隊。あ、オッケー、これでこのままでいい。要所を取らねば。んで、宝力。要所を手に入れるぞ。いざ行かん。ここに要所を手に入れん。指図をお待ちする。ええ、要所を我らに。打つべき手は何ぞ。いざ進め。ご命令を。ええ、軍を進めますね。これでいいんちゃうかな。素晴らしい。制圧し合っていく。嬉しゅうござる。広三郎がいい働きする。指図をお待ちする。ここで挟みますか。我らに優位をもたらします。一番槍は光力。待ちわびた時ですぞ。この気は逃さん。嬉しきことよ。敵を退かせます。今こそ弓兵の出番。お指図を頂戴したく。敵を攻め立て。何ということか。はっ、受刑にで一鉄に当たって高台からね、弓の打ち下ろしで優位に運んでいこう。我が軍略にてこの一戦決してみせ。我が方の勝ちは目前です。敵を叩くぞ。ナイス。待ちわびた時ですぞ。高台からの弓攻撃強いんですよね。待ちわびた時ですぞ。晴々しいぞ。ご命令を。十刑にはここで。進め。ええ、上昇我らに。敵の隊列閉ざさせてもらおう。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。敵を打ち破ったぞ。いざ。ああ、もうここ落としたらそれで勝ちじゃないかな。はい、勝ちました。合戦勝利です。
うん、めっちゃええ感じ。なんか心なしかいい顔して笑ってる気がするな。氏真くん連戦連勝やな。このまま美濃を落とせるんちゃうか。我らの名風と共に知れ渡ら。結構広め。なんたることぞ。これ次美濃攻めが楽になったぞ。城を奪うぞ。うん、楽になった。次はどのように。出陣じゃ。お越しを願いまする。敵の城を奪ってくれる。城攻めに行こうぞ。この城を攻めます。あ、ここ迎え撃たれてる。ははそれはまずい。城を落とすぞ。続け。城を落とすぞ。戦が始まる。備えよ。城攻めもこれで終わりよ。稲葉山城が早い。逃がさる。捕らえたり。貴殿には使えられるな。なんとありがたい。こんな斎藤家柔らかいな。これはこのまま大垣城でしょう。引き抜き。あ、これは別にいいや。駿府城のちょっと内政を上げていこう。え、城攻めじゃ。囲め。素晴らしい。このまま岩村城を落とすぞ。城を我らのものとせん。残り三城落とせるかな。皆の者、城を攻め取れ。ちょっとここで小競り合いすんのやめてほしい。はは。戦じゃ。皆心構えをせよ。ん？士官。腹の内を明かし申す。士官はゲットしといて、東洋も出す。敵を打ち払ってくれたわい。貴殿にお仕えします。城攻め。よし、焦げたり。武将八幡落とした。これは帰っていいよ。で、今川氏真が兵糧やばい。犬山から援軍出しましょう。出陣する。あ、降伏したわ。城は我らのものだ。犬山オッケー。めちゃくちゃ順調やん。お
断りよ。はい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 。まあ解放はするけどね。首を取らぬのか。間違えた。騎乗でいいよ。打つべき手は何ぞ。で、寝返り士官の武将を全部拾っていこう。お耳に入れたきことが。良き案がござる。半兵衛案、ナイス。お使いいたします、はい、いい武将が入っていく。お使いしよう。使えてみるもいい。腹もひねのもまあまあ使える、うん。残るは大垣城。この兵力なら落としきれるやろ。制作の心得ておりまする。制作なら簡単やな。安いやつゲットしよう。楽一楽座ゲットしよう。心得ました。さあ大垣城を。あ、栗山善助いいね。忠説を尽くしますぞ。黒田家の家臣ゲットしました。お使いいたします。どんどん家臣入ってくんねんけど。戦が始まるぞ。よし、押し切れた。さあ辰沖も倒して精神性をお使いします。これで斎藤家万事休すですね。この城我らが頂戴する、うん、素晴らしい。次郎三郎ナイス。今は首を取らぬ。お使いしよう。あれ全員入った。おー素晴らしい。はい全員騎乗。はい、というところで今回は以上。今川氏真編。はい、弟とね思って仲良くしている次郎三郎元康とね手を取り合って、今川家を発展させていく、今回のコンセプト、すでに尾張から美濃を取りました。めちゃくちゃ順調。反撃される感じがないですね。うん、やっぱ三国同盟が普通に強いだけかもしれない。後ろがね全く攻められる心配がないので、このあとね北畠攻めてもいいし、浅井攻めても六角攻めても朝倉攻めても、でその先にちょっと大きめの三好がいるっていう感じですね。まあ機内制圧したら、うん、エンディングにしましょうかねっていう感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。ありやすー。